今日のストリートビュー散歩は面影橋、拓郎や、六文銭のオリジナルバージョンで有名になった面影橋、まあ、あの歌がなければ面影橋なんていう存在も知らなかったんだけど、そこに行ってみる。この画面の奥がずっと奥に行くと高田の馬場の方面、これ新目白通り、こっちの方にこう早稲田大学の方向に進んでくると、ここが都電のちんちん電車の面影橋駅。ここまで俺自転車で来たんだけどね、その面影橋を見たくてそれだけの目的で、で面影橋駅をに来てすぐこれが面影橋なんだよこれなのかみたいな。面影橋からってなかなかいい歌なんだけどさ、そこでその歌のメロディーや歌詞で思い描いてた面影橋がこれかよ何この鉄製のチャチ、どこにでも転がってる、転がってないけど、どこにでもある橋じゃんこれあのそういうなんかさ、神田川もそうだけどさ、まあ、この要するにこの川が神田川で、ここにかかってる橋が面影橋なんだよね神田川もあの歌のイメージ、面影橋も歌のイメージでさ、勝手な想像するんだけど、全然そのなんていうの、情緒がないよねこれだもの。面影橋から神田川を見下ろして、ここに自転車で来て、なんだっけ、ここら辺に、ほら面影橋って表札じゃないか名前がついてるけど、前ここにね、俺はここに来たの2度くらいなんだけど、1回目はこれを見たさに来て、あ、こんなものなんだって、歌のイメージとだいぶ違うなと。切って捨てよか大淀にって、大淀は淀川だから大阪の方にあるんだけど、でまあとにかくさ、ここに来た時に、2度目に来た時に、ここに年配のおっさんがしゃがみ込んでカメラかなんかでここを撮影してたんだよね。まあ俺も来た時に写真撮ったんだけど、ああこのおじさんもおじいさんも、面影橋っていうあの歌を聴いて、拓郎か六文銭で聴いてここを見に来たんだなと、で来たついでに記念写真撮ったんだなと思ったんだけど俺も撮ったからねでもこうここが面影橋ですよって、まあ、自慢っぽくさ撮ってみてもあまり自慢できる風景じゃないんだよねだから何っていう景色だよね。これが神田川ですよ、これが面影橋ですよって、あまりこう自慢できる風景じゃないんだよね。だからもうもう行かないと、もう2度も来たんだけどさ、でもまあこの桜並木、川沿いずっと桜並木があって、まあこれが咲くとひらひらとまた神田川に桜の花びらが散っていくあたりは風情があるね、ということで、これ以上話が膨らまないので今日の、なんだ、ストリートビュー散歩は終わり。面影橋から天満橋。